こんにちは、スプリント&コンディショニング野崎です。トレーニングしても記録が伸びない、怪我しているわけでもないのに以前勝っていた相手に負けてしまうようになった。このようにトレーニングを続けていると最初はぐんぐん成長が感じられるものの、徐々に伸び悩みが起こります。トレーニングを続けているのにもかかわらず、なかなか能力向上が感じられない、記録更新ができないという状況が停滞期プラトーと呼ばれるものです。どのレベルのアスリートであれ、長期的にパフォーマンスを高めていくためにはどうしてもこの停滞期を乗り越える必要があります。そこでここではこのトレーニングにおける停滞期を打破するトレーニング方法やその考え方について紹介していきます。停滞期の原因には様々なことが挙げられます。その一つがトレーニングの循環現象です。同じトレーニングを続けていると次第に得られる効果が薄くなっていきます。どんなトレーニングにもこの現象は起こるものです。例えば週に3回100キロのスクワットを10回3セット、これを1年間続けるとしましょう。すると最初の半年で得られるトレーニング効果よりも、慣れてきたその後半年で得られるトレーニング効果はかなり小さくなってしまいます。悪い意味でのトレーニング慣れとも言えるでしょう。停滞期を生み出す原因として最も普遍的なものです。また年齢によっても人の適応能力は変化していきます。若い頃はトレーニングをすれば能力がぐんぐん伸びていくのに対し、年を重ねると同じトレーニングをしていても能力の伸びが小さくなっていきます。特に20代後半30代ともなると身体能力の向上を起こすことは容易ではなくなってきます。一方で若い中高生でも逆に成長期が来るのが遅れていることで伸び悩みを感じる選手もいたりします。その他の原因に普段の食事や睡眠、ストレスなど様々なことが挙げられます。例えば進学して一人暮らしを始めた、通学に時間がかかるようになった、練習の時間帯が大きく変わったなどの変化は食事のタイミングや量、種類、睡眠時間、ストレスレベルなどの変化を招きます。こういったことが関係してパフォーマンスが停滞、むしろ低下していってしまうケースは何も珍しいことではありません。トレーニングをする上でこれらに気を配るのは当たり前のことかもしれませんが、人によってはこれらの変化に気づけず、トレーニング量が少ないからだとさらにトレーニングを増やして疲労を蓄積させてしまう悪循環に陥ってしまうこともあるはずです。以上のことを考慮して能力向上の停滞を防ぐ、またはそこから抜け出すための方法について考えてみましょう。特に疲労感が強いわけでもなく、かといってトレーニングをサボっているわけでもない場合は、一時的にトレーニング強度や量を少し増やしてみましょう。その後少し休養をとって経過を見ます。一方でハードにトレーニングをこなしている実感がある、疲労感が強いなどの状況では逆にトレーニング量を減らすことが先決です。度重なるトレーニング刺激に体の回復が追いつかず、それがパフォーマンスの向上を妨げている原因になっているかもしれないからです。このように今の自分の状態はオーバートレーニングなのかアンダートレーニングなのか、はたまたアンダーリカバリーなのかに目を向けて対策を練る必要があります。調子が悪いならばもっと練習をと、対策の引き出しを一つしか持っていないといつまで経っても状況は好転しません。またいつも同じトレーニング種目ばっかりやっていて伸び悩みを感じている場合は、トレーニング種目を変えてみるのも一つの手段です。例えば臀部の筋肥大、筋力アップを狙ったトレーニングはスクワットやデッドリフトしかやっていなかったという場合、より股関節を伸ばした状態で臀部への負荷が大きくなるヒップスラストを追加してみる、両足よりも片足あたりの力発揮のポテンシャルが高まるであろう片足種目を導入してみるなどです。持久力を高めるトレーニングも長い距離の走り込みを短い距離でのインターバルトレーニングに変えてみたり、ジャンプトレーニングも砂地や芝生、坂道など様々なサーフェスで実施してみたりと、トレーニングにバリエーションを持たせることは長期的なパフォーマンス向上において非常に重要です。ピリオダイゼーションという考え方があります。これはそのスポーツに必要な要素をその土台的な能力から専門的な能力まで順番に集中してトレーニングをしていくことで効率的に体の適応を引き出していこうとするものです。例えば 100m 走で記録を高めようと思ったら、まずはそのエンジンとなる筋肉を大きくすること、その次に筋肉の出力を高めることに集中する、そしてパワー、スピード、 100m を実際に速く走る能力というような順番で集中してトレーニングをしていきます。それぞれの目的に合わせて集中的なトレーニング期間を設けられるので、全て同時進行させるよりも着実にトレーニング効果を得られると考えられます。しかしその際には綿密なトレーニング計画を長期にわたって作る必要が出てきます。また筋力も持久力も求められるような競技種目においては、土台作り期にトレーニングでやるべきことが増えすぎてしまって、かえってオーバートレーニングを招いてしまう危険性もはらんでいます。なので特に適応能力が低下しつつあるシニア期のアスリートにとっては、あれこれとトレーニングを詰め込みすぎないように注意が必要です。一方で中高生で伸び悩みを感じているようなケースでは、成長期が早く来ている場合と遅い場合とで対応が異なると考えられます。背がまだぐんぐん伸びている状況なら強度の高いトレーニングは控えて、あらゆるバリエーションでのトレーニングのやり方を覚えたり、技術的な練習を多くやりながらじっくりと体を成長させていきましょう。反対に他の人よりも背が伸びる
るタイミングが早く身長の伸びが止まっているようなら、ここまで紹介してきたようにより専門的なトレーニングにシフトしていく必要があるかもしれません。いずれにせよ、この段階ではトレーニングに様々なバリエーションを持たせて、マンネリ化やオーバートレーニングを防ぐことが重要です。加えて少しの体重増加を恐れずに、食事をやや増やして経過を見るのも一つの手段です。筋肉にはグリコーゲンという形でエネルギー源である糖質が蓄えられています。激しいトレーニングをやると、このグリコーゲンが大きく減ってしまいます。そして連日ハードにトレーニングをこなすと、この状態は慢性化しやすく、調子が悪いかつトレーニング効果が上がりにくい状態が続いてしまいます。グリコーゲンは水分も一緒に蓄えられているので、グリコーゲンが大きく消耗すると一時的に体重がストンと減ることがあります。なので調子悪いし、なんだか体重もすごく減ってるなと感じたら、この状態を疑ってみましょう。また筋や腱、骨や靭帯、血管を増やして強くしていくためにも、十分なエネルギー量とタンパク質の摂取は欠かせません。睡眠不足はスポーツのパフォーマンスを大きく低下させます。一日の断眠がほろ酔い状態と同等の注意力の低下を招くといったほどです。また睡眠時間を10時間に増やすだけで、バスケのフリースローのシュート率やシャトルランなどのパフォーマンスが大きく改善したことや、3日間ほど睡眠時間を8時間以上に延長するだけでパフォーマンスの向上が見られたというデータも存在します。加えて睡眠時間が8時間を切ると、怪我のリスクがおよそ 1.7 倍になるとも言われています。怪我を防ぎ、トレーニング効果を高める、パフォーマンスを高めるためにも、睡眠時間は最低でも8時間は確保すべきです。調子が悪いなと感じたら、3日4日くらい、これでもかというくらい寝てみましょう。劇的にパフォーマンスが好転するかもしれません。ここまで停滞期を打破するトレーニング方法、考え方ということであれこれ紹介してきましたが、共通して重要なことは、トレーニング量と回復度合いが釣り合っているかです。これは初心者であれ、トップレベルであれ、トレーニングを進めていく上で最も重視しなければならないことであり、かつ知らず知らずのうちに見落としてしまいがちなものです。スポーツのパフォーマンスはトレーニングをするだけでは向上していきません。食事や睡眠などの回復に関わる行動が伴って初めて向上します。食事、休養、トレーニングの3点セットで初めて効果が上がります。当然のことのように感じられますが、意外とこれが徹底できていないアスリートは多いのではないでしょうか。トレーニングで伸び悩みを感じるアスリートがまず顧みるべきは、これらの基本的な生活習慣です。1日2時間のトレーニングよりも、残り22時間のライフスタイルの方がパフォーマンスを左右すると言っても過言ではありません。その上でさらにパフォーマンスを高めていくとなると、発達段階や競技歴、レベルに応じてより綿密なトレーニング計画が必要になることがあります。スポーツのパフォーマンスは結果です。結果には必ず原因が伴います。なのでトレーニングの停滞期にも必ず原因が存在しています。もしトレーニングでの伸び悩みを感じるのであれば、それは今のトレーニングは自分の伸びしろに合っていない、さらなる高みを目指すなら、その他生活習慣の改善が必要というメッセージであると捉えるべきです。自分の伸びしろはどこに余っているのかを常に考えて、今までの経験による固定観念にとらわれず、今の自分がより成長するための方法を探っていきましょう。以上、参考にしてみてください。